あの倉庫があるところです。ちょっと今家になってまして、倉庫が。ああ、そうですか。はい、はい、わかりました。はい、どうも。はい、すいません、倉庫を家って認めてくれました。はい、ごめんなさい、変なところに。こいつの家なんです。はい、どうぞ。はい、今日はありがとうございます。最近ちょっといろいろ見せてる僕家がなくなっちゃったんですよ。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。はい、こんにちは。ヤカさん、マナーが。はい、今日は2号さんの家からスタートしております。まあ、家っていうか倉庫ですけどね。はい。はい、倉庫に今来てもらいました。はい。まあ、初めて見た方は、はい、今動画をこちらに貼っとくので、はい、詳しくはこちらを見ていただければ、はい、あの分かりますので。はい。なんで今日はここスタートなんですか？ちょっとなんとなく気になったんですけど、この家って出前届くんですかね。どうした先に YouTuber みたいな企画考えて。人のことバカにしてるだけですよ。ああ頼めなくても面白いなみたいな性格の悪さからこいつだよ。岩川さん、これ以上嫌われてどうするんですか。バーベキューを僕が一人でした動画があるんですけど、はい、あれ結果一人になっちゃっただけで、岩川さんが寝坊して来なかったんですよね。その動画出したらコメント欄で岩川さんが怒られまくるじゃないですか。まあ詳しくはこちらも貼っときますので、はい、見てください。まあ怒っても無駄なんですけどね。もっと正しい方向にエネルギー使った方がいいですよ。あんたたちお金もないでしょうし。それ僕らに言ってますね。寝坊したの怒っても無駄なんですよね。いや、なんかうそうそ気づいてたんですよね。そいつ反省してねえだろ。それは謝ったでしょ。しかもあの日6時間配信したから。それ反省してた態度ですか、なんか今の。それ言ったら我々も6時間以上撮影してますから。だから申し訳ないなって思って、その日は6時間入ってた。もうなんか謝ればもう終わりだみたいな感じすごい出しますもんね。だから体で示さないといけない、行動で示さないといけないですからね。うつ伏せで配信してました。ゴロゴロ寝っ転がりながら。でもちゃんとスパチャも煽りましたから。はい、煽るって言うなよ。ひどいな。いただいたの。いただいたでしょ、ヨーカさん。足足たまってますよ。お前のせいだ。とりあえず同じ釜の飯食いましょう。お腹減ってるだけでしょ。そんなことないですよ、企画です。あ、出前取りてえけど嫌だと金かかるんだ。そうだ、どうやって言えばいいんだ。季節の野菜天ざるって稲荷セットみたいなのありましたよね。あ、はいはい、それの冷たいお蕎麦でお願いします。わかりました。冷たい蕎麦で。はい、はい、あ、冷たい蕎麦、冷たい蕎麦だるけてか何か。はい、あなた季節を、もう覚えられない。はい、わかりました。もう一回行ってみましょう。はい、あ、やっぱメニュー変えていいですか。ダメです。僕も変えない。ダメです。2メニューまでしか入んないから。脳みそにメモリーいっぱいです。すいません、出前ってお願いできますかね。はい、あ、それは注文いいですか。季節の天ざるセットと稲荷セット、あとヒレカツカレーください。ヒレカツカレー。はい、あと住所はですね。はい、あ、ごめんなさい、今までは行ってないですよ。今までは行ってないですか。エリア外。はい、来そうな勢いでしたけどね。エリア外ですね。気になるんですけど、はい、今買った時カレー頼んだんですか。カツカレー頼んだんですか。蕎麦屋のカレーって美味しいでしょ。同じ釜の飯とか言ったじゃないですか。同じ釜で揚げたお蕎麦をみんなに食べるんじゃないですか。岩川さんだけ違うお釜から炊いたご飯食べてるんじゃないですか。食いたいもん食いたいです。出前のお願いってできますか。あ、本当行きますか。ありがとうございます。何だったっけ。あなたは何ですか。セットで、アナゴ丼セット、次はエビ天丼セット、かき揚げ丼セット。僕はアナゴ天がいいです。じゃあ俺は加減するからいい。はい、
で全部冷たいそばでお願いします。はいはい、あの倉庫があるところです。ちょっと今家になってまして、倉庫が。ああ、はい、わかりました。はい、どうも。はい、すいません、倉庫を家って認めてくれました。優しいお蕎麦屋さんで、ね、よかったですね。結局ほとんど千葉さんに言わせてましたね。分かんなくなっちゃいました。会話下手ですね、岩川さん。あの、言わないといけないってことがあったら、私ちょっとパニックになります、ね、パニックの癖して自分の食べたいメニューだけはもう割り込んで入ってきました。割り込んでもうこれもうメニュー言い終わって終われるなと。あ、私やっぱりあの子が独占いいですよ、それぐらいも入れ替えますよ、そしたら。じゃああの子食べていいですか。なんでそこばっかなんか必死になって言わなきゃいけないことはテンパって。いや、メモリー使ったから自分が何食べたいのか分かんない。え、今の何ギガ入ってたんですか、中川さんメモリーって。あの、2メガぐらい。写真1枚とかじゃないですか、もう。お、はい、ごめんなさい、変なところに。こいつのギガです。大きいですね。でもないので。はい、今日はありがとうございます。はい、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。すいません、変なところに頼んじゃいまして。ちょっと後で持っていきますね。器の方は。お店まで。はい。申し訳ありません。あの、料金の方はいくらになりますか。え、4000円ですか。1,2,3,1,2,3,5。最近ちょっといろいろ見せて僕家がなくなっちゃったんです。びっくりしましたね。あ、せーを連れもらえますか。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、また頼んでも大丈夫ですかね。本当、はい、助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あなた、お蕎麦屋さん引いてましたよ。見てください。はい、お蕎麦届きましたね。まさかこの倉庫にこんな立派なお蕎麦が来るとはね。あなた、はい、僕言えなくなったんですよって面白テンションで言ってましたけど、めっちゃ引いてましたよ。いや、面白テンションじゃないと、ちゃんと事情説明しないと怖いかなと思ったんで、こういう事情があってここに頼んだんですよって説明しようと思って言ったんですけど、引いてましたね。僕はもちろんお話ししたかったんですけど、もうすぐ行きました。そうですね、なんかいつでも降りれるように片足ついてた。何かされると思ったじゃないですか。罠なんじゃないかって、この倉庫に閉じ込められるんじゃないか。僕らもちょっと今当たり前になってて気づかなかったんですけど、ああそういえば似たような格好のお二人のおじさんがいるの怖いですもんね。倉庫に。まずそれが怖いよ。ああ、そっか。あくまでオプションなの。しかもわけわかんないかも。岩川さんなんか奇烈な雰囲気出てますけど、二号さん二号さん、なんでまともな青年がこっち側なんだって多分怖かったと思います。より怖いですね。一番怖いですね。勧誘みたいな。また戻すんですか。そうですよ、戻すとかないと迷惑になる。めんどくせえ。じゃあこれ戻すの。いや、素人はこれだからロック外さなきゃダメなの。ロック外す。ちょっと岩川さん一人でやってみましょうか。もう二号さんこれ一人でできるんですよ。これが一人でできなきゃダメです。普通できないんですよ。はい、ダメ岩川さん。なんですか、情けないな。はい、終わりました。バッカバカしいお届け。はい、行きましょう。でもすごい頑張ってたじゃないですか、岩川さん。はい。一人で。はい。あれ、全部カットしますね。だって。じゃあ、なんで立ちたんで。ただ日常なんで。ちゃんとした家住んでくださいね。みんな迷惑してます。人に迷惑はかけてないでしょ。今歩いてるじゃないですか。いやいや、それは別に迷惑じゃないでしょ。そば食べたかったのに、わざわざ公園まで帰ってやってピクニックみたいで楽しいじゃないですか。
日陰で座ります、暑いから。なるほど、見ましょうか、ね、びっくりします、本当にね、はい、子供が目が点になってますね。本当に雨でっぽくなったかもしれない。あの大人は何なんだ。気になってしょうがないみたいですね。あんなにはしゃいでた子供が急に黙り込んでる。っちゃいましたね。若狭さん何頼んだ。あ、私は天ぷら、アナゴ。人が注文してくれてるのを邪魔してまでアナゴがいいって言ってましたね。かき揚げ丼セット。あ、僕はアナゴ店がいいです。じゃあ俺が加減するからいい、はい、で全部冷たいそばでお願いします。はいはい、これ選びましょうよ、どれか。あ、もうそれ食べなきゃいけないと。あ、はい、それにしましょう。多分岩川さん以外どれでもいいって思ってる。全部美味しいから。あなただけです、アナゴがどうしてもって思ってる。じゃあいいです、そんなにとで選びましょう。はい、どっちにしましょうかね。僕も自分の手前にあるこれでいいです。じゃあ岩川さんいいですよ。私じゃあこれにしましょうか。まあそうしましょうか。はい、はい、じゃあ開けましょう。はい、開きましょう。せーの、ダン。あ、まずおそばですね。こっちですよ。いきますよ。いきますよ。じゃあダン。はい。天丼だ。天丼かき揚げ。これアナゴだ。はい、これ岩川さん食べたかったやつですね。お答えしましょう。あのゲームの意味ないの。だって天丼食えばいいんだよ。なんだその言い方。そば食いだからね、そばにはうるさいですよ。うるさい人ってあんまわさび溶かさないですか。ただのうるさい人じゃないですか。迷惑おじさんですね、日本は。そば、そばそば。うわ、犬ウイスのもん。うん、おいただきます。あー、これ美味しいね、本当に。あ、美味しいですね。うん、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 膜がよく上がってます。なんて言うの、うん、膜もよく上がってます。美味しいですよ。すごいですね、まとめてすごいですね。なんすか、なんすか、なんすか。冗談です。あー、冗談ですね。ウケないすぎですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。うん。あ、あー、これ、ぬか漬け美味しい。ぬか漬けなんだ。うん。あ、ご飯進みます。うん。なんだ、寂しくなったんですか。あれ。なんか、明らかに何かあったはずのものがなくなってる。気持ちいい、気持ちいい。ヤガさん、ヤガさん、それアナゴじゃないメインの。みすぼらしい。塩飯つゆですよ、ほぼね。明らかにもう鼻がなくなりましたよ、こいつの。ちょっと待ってくださいヤガさん、すごい豪華になってますよ。パンパンに詰まってんの。わかりましたよ。かぼちゃ、いや、あのかぼちゃか、なんかプレゼントした感じになってますけど、もっと大きいかぼちゃ取られてるんですよ。甘い。甘いですか。いいかぼちゃですね。いいかぼちゃですよね。うん。やっぱ旬の野菜っていうのが一番美味しいんですよね。うん、確かにいいね。で、そばも美味しいですよね。そのそば。めちゃくちゃ美味しい。うん。ね。やばさ。見たらわかるでしょ。大惨事ですよこれ。あれ、これこれ何丼すか、よかった。でもご飯より多いじゃん。そんなごちゃごちゃ言うならいいよ。冗談冗談。いや冗談。これ いらないって言わない。歯型がえぐいから、あなたの。文句しかねえな。いや。ボケは言うだろ。泥棒されてんだから。だからですよ。何が、まあ、言いませんけど。何すか、だからです。言いがないのとか。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこ、そこ、そこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。